函館ラサール中学校、高等学校は、北海道函館市日吉町1の12の1に、所在する、私立男子中学校、高等学校。生徒数は576人、教職員数は37人、事務職員数は5人である。中高一貫教育を提供し、高等学校においては2年次から、混合クラスを編成する併設混合型中高一貫校。 寮を設置し、日本全国から入学者を受け入れている。また高校生に限り下宿が認められる。ラサール修道会が創設したラサール中学校、高等学校とは兄弟校の関係にある。1932年にラサール修道会が来日し、函館市での学校設立を計画した。1934年に同市で函館大化が発生すると、 同市での学校設立を断念して一行は、本州にわたり、仙台市に外国語学校を設立した。1950年に、ラサールを開校した後、函館市での開校を再び目指し、1960年に函館市日吉町に函館ラサール高等学校が設立された。1999年に函館ラサール中学校を新設、中高一貫教育となった。 中学の約7割、高校の約6割が寮生であり、関西、中部地方出身者も多い。寮においては、中学は3年間、高校からの入学者は最初の1年間、全国唯一の50人欧米屋寮で過ごす。入試は、函館の本校のほか、札幌、東京、大阪、名古屋などの会場でも同時に行われている。 ラサール像教育の特色教育の方針中学は、1学年約80名の3クラス編成。高校は、高校からの入学者と合わせて1学年約120名の6クラス編成となっている。高い理性のクラスを2つに絞る場合もある。高2から、中入り性と高い理性の混合クラスになり、文系と理系に分かれる。一週間の授業数は、中学十七次元。 高校39次元で、毎週土曜日も4次元の授業を行っている。授業は1コマ45分となっている。出欠は授業後に取る。これにより時間を効率的に使うことができ、部活の時間が確保できている。高2からでも、英語と数学だけは仲良い,い、高入り別の授業を行っている。さらに、医学部受験にも対応できるように、 理科3科目の履修を可能としている。定期テストは年6回以外に実力テストや隠し模試を実施。長期休暇には講習、補習も開講している。中3になると高校の内容に入る。代々理系志望が多く、1学年6クラスのうち、おおむね毎年4クラスが理系志望の生徒である。高3まで週に1回倫理宗教の授業がある。 ミッションスクールの宗教の授業では、普通、キリスト教について教えるが、世界中で起こっている問題、本校では、その時期に起こった事件や、関心の高い事象、例えば差別、戦争と平和などいろいろな問題をテーマに、ディスカッションを行っている。様々な問題を考える契機となり、このことは、自己推薦や英語入試など、大学入試の小論文や面接などへの大きな、 力になっている。中学は、聖望がないが、制服としてジャージがある。高校はかつて制服聖望の規定があったが、現在は、私服となっている。函館ラサール学園では、校内行事の際に、下記の3曲が歌われる。開校当初は、ラサール参加を正式な校歌とする予定であったが、諸事情によりそれが認められず、やむなく、 本校独自の効果が制定された経緯がある。ただし、鹿児島市のラサール学園や海外の系列校はラサール参加を事実上の効果として扱っていることから本校でもラサール参加を効果に相当する曲として取り扱っている。そのため本校の効果は事実上複数あるとも言える。これらとは別に学生化も制定されている。この曲は 遥かなティッペラリーの替え歌であるが、原曲とは異なり、英語版のみである。校舎に隣接して寮がある。中高合わせて600人近くの生徒がいることに加え、大部屋での生活であることから、寮専門の寮頭を置き、教員免許を持った寮教員と寮母を15人配置している。本校には、寮教育カリキュラムがあり、教員だけでなく、生徒がチューターを務める制度がある。 中学生の約7割、高校生の約6割が寮で生活している。中学生の半数以上が東京、大阪、名古屋の三大都市圏の出身者。北海道と東北出身者の合計よりも多い。なお、寮生は住民票を寮に移すため、入寮者は函館市民となる。中学寮と高校寮に分かれている。高校寮は 箱館ラサール高等学校開校50周年記念事業として診療が建設され2010年4月28日より運用が始まった中学生と外進と呼ばれる高校受験進学による高校1年生は同期の寮生全員が一つの部屋で過ごす大部屋で過ごすうち進むと呼ばれる内部進学高校1年生と高校2.3年生は 4人部屋で生活する。自分のスペースはベッドの上、衣装ケースロッカー、自習室の机及び本棚のみであり、それ以外はすべて共用スペースとなる。収容定員は各学年136名、総計408名。5階建て。給料と異なり、浴場と食堂を除き、高校生の利用する、両施設の主なものが一つの建物に集約されている。 また、半世紀を経た節目として、寮内の内装も大幅に一新され、明るい照明と自然光を多く取り入れる設計で、暖かな雰囲気を醸し出している。診療とは、現在の寮生及び職員による通称であり、正式な名称ではない。診療設置に伴い解体された。本項目では取り壊し直前の給料について、概要を述べる。給料は、 1.23両と、主に学年によって異なる旨が割り当てられていた。一両外部進学の高校1年生の75人、定員大部屋方式の両であった。中学校併設前は100人定員の大部屋であり、一時は30人部屋が2室用意される、携帯を取っていた。1階に、テレビと簡易の調理設備が備え付けられた、娯楽室があった。 洗面所は1階にあり、洗面用具は全員そこへ置いていた。雪が降るまでは、就寝時間まで屋上が開放されていた。1年生の自習室は2.5両からの渡り、廊下を通って行き、朝の天候はそこで行われた。2両内部進学の高校1年生とすべての高校を2年生専用の寮で4人部屋で構成された3階建ての施設であった。 主に1.2階を2年生、3階を1年生が使用した。2両と3両の中間に位置する2階建ての建物も、管理上は2両の一部であり、1階は柔道部、剣道部専用の乾燥室と自習室、2階は高校2年生専用の4人部屋が置かれた。3両高校3年生専用の両で、基本的な構造は2両と同一であった。 主に2.3階の4人部屋で生活することになっているが、下宿希望者及び短期宿泊者は1階を使用することもあった。娯楽室は2階にあった。各階2カ所に調理場があり、簡単な調理をすることができた。義務自習制度、編集量制は土曜など一部例外を除いて、一定時間に自習が義務付けられている。中学生、高一は自習室でそれぞれ取り組み、 高2高3は自分の部屋で取り組む。高校3年生は原則として義務自習は存在しないが、それに相当する時間は部屋内でルールを決めて自主的に勉強するものが多い。高校3年生はあらかじめ年度の初めにスケジュールを提出する。なお、テスト期間中は30分延長される。チューター制度、編集先輩が新入生に量のすべてを教える。 チューター制度を実施している。50年ほどの伝統がある。チューターとは本来家庭教師の意味だが、寮内におけるチューターは、新入生にとって寮のルールを教わる家庭教師であり、最初に交流を深める先輩でもある。チューターになれるのは、うち進むの学業、生活態度が優秀な中学2年生と、外進の高校2年生である。また、チューター経験のある中、 高算で、チューターの仕事を教えたりするアドバイザーが一人、設けられる。持ち込み禁止物品集団生活の特性上、持ち込み物品の規制を行わない場合、学業に宣言したい生徒への妨害行為となる、可能性が高い。よって、禁止物品の数は多岐にわたる。具体的には、携帯電話、パソコン、テレビ、ビデオ DVD プレイヤー、携帯ゲーム機、ゲームソフト、 マージャン、花札、コンポ、キャラクターカードなどが挙げられ、最近では新たに iPod も規制対象に加えられている。基本的に動画再生あるいはインターネット接続可能な電子機器は禁止である。ただし、友達同士の親睦を図ることができ、勉強のストレス解消にもつながるという理由により、トランプ類や囲碁、将棋、オセロ等のボードゲームは認められている。文言 点呼制度高校生は19時50分、中学生は18時30分、ドア19時をもって門限となる。ただし、塾通学等の特別な事情がある場合は、最大21時30分まで門限の延長が認められる。また、門限以降に両生が全員揃っているかを確認するため、全学年に点呼制度を採用している。高校1年生の場合、朝、 義務自習開始、義務自習中の計3回にわたり、自習室の自分の机で点呼を受ける。高校2年生は義務自習開始と義務自習中の2回となり、高校3年生は20時と22時の2回である。寮生番号制度入寮時、すべての寮生に寮生番号が付与され、呼び出しなどで用いられる。中学生と打ち進む高校生は、 アルファベットプラス1から2桁の数字、外新高校生は、アルファベットプラス3桁の数字で構成される。義務自習中のルール基本的に飲食、死後、音楽は禁止されていて、中学寮では自習室内上自施後、飲食、飲食物の持ち込みが禁止されているが、高校生に関しては、飲料水と音楽は認められている。厳密には、音楽プレイヤーの使用は、 英語のリスニング教材のみと限定されている。高校生のみに認められている。過去に数度だけ入寮希望者が超過したため寮に入れなかった数名が下宿に回ったことがある。なお、寮生は悪質行為や言及留置をした場合は大量処分となり、下宿生活を余儀なくされる。寮の中庭寮と学校は食堂前の連絡通路でつながっているが、 この通路を利用して登下校できるのは高校生のみで、中学生は原則として外登校をしている。なお、この連絡通路には2つの連絡扉が設置されており、時間によって開閉する時間が異なる。なお、8時25分を過ぎると閉門となるため、高校生であっても外登校となり、自宅生、下宿生と同様8時30分までに登校できなければ、 遅刻者として扱われる。中学は8時30分までに登校を完了しなければいけない。速歩遠足は高校生が参加する伝統ある名物行事であり、2 7 3トルコースの完歩を目指す。以前は南茅部町から学校まで帰ってくるコースだったが、現在は学校をスタートして折り返し、学校に戻ってくるコースに変更された。第一次は、 函館、札幌、東京、大阪の4会場で、第2次は、函館、東京、名古屋、大阪の4会場で行われる。定員は105名。4かまたは3かを選択できる。国語、算数、理科、社会帰国生入試、推薦入試、県外特別入試、一般入試帰国生入試がある。定員は、計220名。推薦入試、 県外特別入試は3か、一般入試は5課の各課100点である。推薦入試では、面接や高等諮問は行われない。実施初年度の2006年度は国語に変わり、小論文であった。カテゴリー、箱館ラサール高等学校出身の人物も参照。ありがとうございます。